食べたいと思います。し、食べよう。パ、はい、どうも、パテマソ協会でございます。ちょいズームします。ちょい引きます。はい、本日はわかめと昆布とごまの塩昆布のおにぎり3つと、明星シャルメラバリカタ豚骨熱い、はい、あ、それでいただきます。きなこ、ほら入ったな。あいつ見てないと思って、見てるけど、豚骨界最強です。スーパーで売ってる豚骨界最強です。うめ、入ってるのはニラ、ネギ、天かす、ごま、紅生姜です。うめ、3本までいったか。昨日は牛タン食っただけなんで腹ペコです。昨晩ね、朝食って1日分のエネルギーを充填して夜まで頑張ると。最近はちょっとそういう感じにいこうかな。ヘルシーパテモソは、人間ドックの結果次第、出てるんですけど、前よりは部品量減ってるでしょ、変わらんかな。いただきます。おいしい。8時15分か。もう30分したらいかんないの、仕事。今日は今の時点ではそんなに忙しくなさそうなんですけど、どうやろ。昨日もなんか朝の時点では暇そうやってんけど、忙しくなったからな。6月もいよいよ終盤にかかってますね。半年過ぎますよ、今年入って。私がここに引っ越してきて半年経ちましたから、2、3、4、5、6、半年ちゃうわ、5ヶ月か、また5ヶ月や。ほんまや、引っ越して5ヶ月ね。早いもんだね。つい最近のような気がするもんな、まだここに移って、今ちょっと今日表はちょっと無理やけど、あさってぐらいにシャッター付き車庫を借りに行こう。シャッター付き車庫をね、借りに行ってね、前の家の荷物をいよいよ運びます。前の家の掃除が進んでないのは、置く場所がなくなってきてるからなんですよ。こっちの家にも置けなくなってきてるし、前の家の1階スペースももういっぱいになってきてるから、
移動させる場所をね探してたんですけど、ようやく見つかりましたんで、シャッター付きガレージを借りて、そこの中に棚を作って、ちょっと荷物を移したいなと思います。うん、まあ、ちょっとした知り合いのお父さんがやられている駐車場なんで、うん、物を置いても大丈夫ということなんでね。今度月曜日行ってこよう。で、荷物、7月から荷物を運び出し、ようやくやな。電気代と水道代のオール電化なんで、うちは前の家はね、光熱費をまだ払い続けてるんですけど、向こうの家、まあ、それだけでも大体毎月何本ぐらい来てるんやろ、6000円かなぐらい来てるんで、両方合わせてね、6000、7000ぐらい来てるのかな。だったらもうシャッター付き倉庫、駐車場1万円で貸してくれるんで、まあ、この辺の相場からすると1万円ぐらいなのかな、うん、1万円って言われたんで、まあいいですか、予算的に私も1万円見てたんで。とりあえずもうね、早くと電気と水道を止めたい、あっちの。朝ラうめえな。本当だけど、このね、明星のチャルメラ豚骨バリカタうまいよな。博多の人がこっちうまいんじゃないかな。一蘭とかも高いもんね。うまいけど、それをもともこれでいいかなと思ってしまうね。優秀だわ、このラーメン優秀。あ、はい、スープは随分飲み干しません。というわけで、パテモソ協会、本日は朝からおにぎり3個と3個と明星のチャルメラバリカタ豚骨2玉食べました。お腹いっぱいでございます。これで今日1日頑張っていきたいなと思います。というごちそうさまでした。皆様、良い休日をお過ごしくださいませ。仕事の方は一緒に頑張りましょう。ほな。